あなたでもエリシアとは話が合うのね。火を追う側、崩壊よりも消えるべき存在だった。あいつがいなければ俺はここにいたと思うか。もし火を追う側が失敗したら、崩壊は確実に人類を完膚なきまでに抹消するだろう。だがもし火を追う側が成功したら、それは火を追う側がすることになる。あなたにとっては前者が良かったの？どうでもいい。どの結果でも俺は気にしない。が、認めるつもりもない。永遠にな。